近い将来この町を破滅の嵐が吹き荒れます。あれは
うか。今すぐこの町から立ち去ってください。近い将来この町を破滅の嵐が吹き荒れます。一体どうしたんだい？何やら先ほどから大声で騒いでる人がいるだけですわ。何でもあの人の言うことにはこのクリクはもうすぐ滅びてしまうんですって。だから早く逃げろって。バカバカしい。そんなことあるわけがありませんのにね。今ならまだ間に合います。急いで避難をしてください。もう時間がないんです。信じてください。お願いします。そんなことあるわけねえだろ。かわいそうに頭の方がどうにかなってしまったのかしら。
ありましたわね。船に乗りたいのか？ならば通行証を持ってこい。通行証ってこれのことですか？おお、驚いた。立派に本物じゃねえか。当然ですよ。王様からもらってきたんだから。へえ、あんたら見た目によらずすごいんだな。ところで、いつ出発するんですか？ああ、2月見終わり次第出発できるぜ。じゃあすぐですね。お、よくわかんねえな。まあ待っててやるから、町の中でも見てきたらどうだい。はあ。出港まで時間があるようだし、そこのベンチで少し休もう。でびっくりしましたわ。クロード、大丈夫ですか？あ、平気。びっくりしたね。まったく、最近の子供は謝りもせずに行っちゃうんだな。クロード、あれ、財布がない。本当ですの？きっとさっきの子供の仕業だ。わからない。ど
こかで落としたかもしれないし。でも本当に今の坊やが盗んだのならお仕置きしないといけませんわね。探して確かめないと。どんな子だったかな。小柄な男の子で髪は青かった気がする。確かにそんな感じでしたわね。とにかく町の中を探してみよう。ねえ。さて、やっと捕まえたぞ。何するんだよ、話せよ。その前に、僕らから盗んだ財布を返してくれるかな。何のことだよ、知らないよ、財布なんて。本当か？嘘はついていないだろうな。クロード、別にあなたが知らないならいいの。でも知っているなら教えてほしいんだ。私たちはね、お金がないと旅が続けられないの。どこかでお財布が落ちているの見なかったかな。え、たったのあれっぽっちで旅してんの。やっぱりお前。ダメよクロード、そんなに怖い顔しちゃ。怒らないから教えて。お金を盗んでどうするつもりだったの。欲しいものでも何かあった。欲しいものがあれば何でも買ってもらえるよ。じゃあどうして。みんなをびっくりさせてやろうと思ったんだ。え、僕は何もできない金持ちの子供なんかじゃない。何だってできる海の男なんだって分かってほしかったんだ。それで僕らから財布を取ったのかい。みんなが僕のことをお高く泊まった金持ちの息子って遊んでくれないから。参ったね。そういうことだったの。それでこの坊やはどうします。とりあえず財布は返してもらおうかな。はい、ごめんなさい。さてどうしようか。そうだ、このことは許してやるから、代わりに船が出るまでの間僕たちにクリクの町を案内してくれないかな。え、知らない町はその町をよく知っている人に案内してもらうのが一番だろ。そうね、クロード。もう甘いんですから。僕がお兄ちゃんたちを案内するの。頼めないかな。ああ、やらせてよ、やってみたい。私はレナって言うんだけど、君の名前は。私はセリーヌですわ。僕はクロードだ。よろしくな、ケティル。じゃあケティル、町を案内してくれるかな。うん、任せてよ。Thank you.
揺れた。分からなかったけど。そうだお兄ちゃん。なんだいケティル。ここは噴水広場って言うんだよ。知っていた？それじゃちょっと聞いてよ。噴水広場はみんなの広場で、レストラン、洋服屋さん、いろいろなお店があるんだよ。へえ、そうなんだ。ケティルが友達と遊んでいる広場なんだ。それより案内したんだからどこかに連れてってよ。君たち、ケティルと一緒に遊んでくれないかな。ケティルと？お金持ちのうちの子とは遊びたくないな。そんなの理由になってないじゃないか。だってうちの母ちゃんが言ってたぜ、金持ちの家の子と遊ぶんじゃないって。そう、うちのママも言ってたよ。そんなの遊んでいる時に関係あるの？ケティルはずっとみんなと遊びたいと思っていたんだ。その気持ちの方が大切じゃないかな。ケティル、本当に僕たちと遊びたいの？うん。じゃあ遊びましょうよ。本当は私一緒に遊んでみたかったんだもん。僕もケティルがどんなやつか気になってたんだ。よし決まり、ケティル遊んでこい。でもお兄ちゃんたち。いいのよ、私たちは船に乗らなきゃいけないし。ありがとう。ケティル、こっちこっち。わーいわーい。やっぱり子供はみんなで遊んでるのが一番だもんな。クロードって優しいのね。本当ね、見直しましたわ。そうでもないよ。それより僕たちの方はどうなったのかな。行ってみましょうか。お、あんたらか。もうすぐ出発できそうだぜ。本当ですか？ああ、待たせてすまなかったな。しかし最後に荷物を一つ入れたいんで、あんたらも最終的な荷物のチェックと買い出しをしてくるといいだろう。わかりました。揺れた。まただ。誰か！じいさん、いや！入るの？
ケティル、無事だったのか。お兄ちゃん。他の友達は。一人は見つかった。でも、あとの一人は分かんない。そうか。母さんは大丈夫か。奥様は地震が来る前にクリクを出ているので、おそらくご無事かと思われますが。ならよかった。お兄ちゃん。ん？お兄ちゃんも助かってよかった。ありがとな。船長さん、無事だったんですね。ああ、奇跡もいいところだぜ。だが、他の乗組員は全滅だ。あそこでうろうろしてるあいつを除いてな。私も驚きましたよ。奇妙な風と地面の鳴動を感じたものですから。あの、これからどうするつもりですか？船がなくなっちまったからな、何もできねえよ。あんたらに関して言わせてもらえるのならば、エル大陸に渡る手はないでもないがな。本当ですか？とりあえずクロス王の通行証をお返ししとこう。あんたらはそのクロス王の通行証を持ってラクール大陸を目指せ。そしてラクール王の許可を取ればエル大陸行きの船も出してもらえるだろう。ラクール大陸？ちょっと遠回りだが焦らずに行ってもらいたい。ラクール大陸に渡るにはクロス大陸の東の端にあるハーリーという港町に行けばいい。ハーリーですね。だがハーリーに行くまでにマーズという村がある。クリクではもう休めないから、マーズでもう一度旅支度を整えるのがよかろう。マーズですか？しかしこんなことになってもまだエルに行こうってのかい？もの好きだね、あんたらも。まさか。まったく。何してるの？あ、クロード、結構いいアクセサリーが売っているのよ。この店露店にしておくのがもったいないわ。そうだね、綺麗なアクセサリーが多いね。ほんと、今日は露店が出ていてラッキーだったわ。当たり前だ、俺が採掘したアクセサリーは天下一だ。どこを探してもこんないいものはない。
なぜかって俺はアクセサリー細工の天才だからな。これがなきゃね。出発しよう。お母様、これは一体どういうことですの？お母様ってセリーヌさんのですか？ええ、ここは私の故郷ですのよ。セリーヌさん、マーズの出身だったんだ。とにかくこっちへ来て座りなさい。これはマーズ始まって以来の大事件じゃ。長老様、私たちはまだ事件のあらましを知らないんですの。詳しく教えてくださらないかしら。私が代わりに話そう。お父様。事の始まりは昨日の夕方だ。村にいたはずの子供たちが全員かき消えるようにいなくなってしまったのだ。私たちが慌てて捜索を始めるのと同時に、彼が紋章の森から大変な伝言を持って帰ってきた。私はその時紋章の森で修行をしていました。すると突然私の目の前に山賊が現れたのです。
私は身構えましたが、相手はこう告げただけで消えてしまいました。俺たちのボスがお前たちの村の子供を預かっている。返して欲しくば50万フォルト密印の書を用意しろと。密印の書とは何ですか？全てを話すことはできぬが、我が村に伝わる門外不出の紋章術書の一冊じゃよ。私たちはそれを聞いてひどいショックを受けた。子供たちがさらわれた事実だけではなく、紋章の森に山賊が侵入したこともショックだったのだ。紋章の森に横島な者は入れないように、聖なる紋章が隠されて刻まれているのです。その結界を破られたとなると、相手は相当の使い手だと考えなければなりません。それで子供たちは無事なんですの？第二の使いによれば、山賊たちは紋章の森の奥地に子供たちと共にとどまり、こちらが要求を飲むまでは動く気がないという。それ以上のことはわからないのだ。紋章の森は紋章術師の修行場です。使いようによっては天然の要塞ともなります。それでも山賊程度の相手ならば、私たちが数人いればなんとか倒せるとは思うが。じゃが子供たちの命の危険を考えると、必要以上に手出しができんのじゃ。相手はたかが山賊とはいえ、紋章の森の結界を破った強者。わしらが勝利したとて、子供たちが無事でなければ意味がない。それじゃあ手も足も出ないじゃないですの。しかし私たちもいたずらに手をこまねいていたわけではない。調査の結果、山賊どものアジトは突き止めた。あとはなんとか子供たちを救出するだけなのかな。それでは。うん。しかし先ほども言ったように、我々だけではいささか心もとない。そこで偶然この村を通りかかった剣豪の方に、一緒に力を貸してはもらえないかとお願いしているのだが。ディアス。レナ。ほう、レナさんはディアス殿のことを知っていらっしゃるのか。はい、同じ村の出身なんです。ディアスに頼むんですか？ええ、ディアス殿は剣士の間ではその名を知らぬ者がいないほどの剣豪ですからな。それなら絶対そんな人たち倒せますよ。ディアスは誰よりも強い剣士なんだから。それでお父様、ディアスさんは OK してくれましたの？ラクール武具大会の腕鳴らしにちょうどいいと言って引き受けてくださったのだが。私は反対しているんです。こんな素性の知れぬ相手に頼むのならば、私たちで森に踏み込めばいいのですから。そんなことありません。ディアスの身元も剣の腕も私が保証します。お嬢さんに保証されてもね。えまあ確かにこれは我々の村の問題でもある。通りすがりの剣士殿に頼むのも無責任かもしれぬが。まあでしたらお父様、その悩みを解決する一番の方法がありましてよ。山賊を倒す役目を私たちに任せてはいただけないかしら。セリーヌ、本気か？もちろんよ。私たちの修行の成果をはっきりと証明できる時ですもの。どうでもいいが、お払い箱だというのなら俺はこの村を去るぞ。しかしその傲慢な女のおかげで失敗しても俺は知らんからな。何ですの、この失礼な男は。失礼なのはどっちだ。途中から入ってきて作戦をかき乱しているんだからな。俺はもう失礼する。宿屋に戻ってるから用があれば来てくれ。
本当にあんな怪しげな剣士に頼むつもりですの？ちっぽけな山賊一味なんて私たちでひねりつぶしてやりますわ。いや、そうは言うけどね、セリーヌ。レナ、レナ、ディアスさんのところに行ったきり帰ってきませんわね。あの人本当に一人で行くつもりなのかしら。多分本当だよ。よっぽど自分の腕に自信があるんだろうね。まったく長老様ったら、それでもあの男に頼もうだなんて。クロード、私たちも見せつけてやりましょうね。まあね。やる気がないんですの？私がお父様を説得したっていうのに。遅かったですわね。あの男に何かされませんでした？突然だけどお願いがあるの。ディアスを仲間に入れてほしいの。それってどういうことですの？ディアスに頼んだの。そしたら一緒に戦ってくれるって約束してくれたの。そりゃあね、可愛い彼女の頼みなら聞かないこともないでしょうけど。そんなんじゃないの。剣の腕も本当に一流なのよ。私たちの大きな力になってくれるわ。どうしましょう、クロード。彼は一人でやれるって言った。だったら一緒に行く必要なんてないよ。ひどい。どうしてそんなこと言うの。僕は嘘は言っていないよ。それに僕たちだってあの人がいる必要はないよ。そう。じゃあ私がディアスと一緒に行くわ。レナ、クロードには必要ないかもしれないけど、私にはディアスが必要だもの。仕方がありませんわね。決行日は明日だから、早めに装備を整えて長老様の家に戻りましょう。僕は必要ないのかよ。良いか、子供たちの安全が第一じゃ。そのことを考えて進むのじゃぞ。村の方は我々に任せておいてください。お前たちも十分気をつけるんだぞ。もちろんですわね、クロード。クロード。ああ、うん、そうだね。
やっぱり一緒に行った方が良かったんじゃないのか。だったらどうして待っていてくれなかったのかしら。いや、彼らには彼らのやり方があるんだろう。先に山賊を倒して自慢したいんじゃないかしら。セリーヌや、これは競争ではない。出会うことがあれば協力して進むんじゃぞ。わかってますわ、長老様。それからこれは森の中の泥沼を渡るときに必要な靴じゃ。これがないと先に進む場所もある。ありがとうございます。必ず吉報を持って帰りますわ。レナが言ったことずっと考えてますの？え？さあ、いよいよですわ。レナたちに負けてられなくてよ。わかってる。ダメだよ。ここから先は沼になっていて進めない。あら、大丈夫よ。泥靴を履いているじゃありませんの。そうだな。怪我
こんなものかしら。
なんだてめえら、金を持ってきたのか。それにしちゃ何も持ってねえな。手ぶらってわけじゃないよ。どういうことだ。戦えばわかるさ。何？思ったより手ごわかったですわね。あら、もう息が上がったのかしら。まさか。行きましょう。そうだな。てめえらか、森の中で暴れ回ってる奴らは。それはあなたたちじゃありませんこと。子供たちの命がどうなるか分かってるんだろうな。子供たちの命の前に自分の命のことを心配したらどうだ。暴れ回ってるのってレナたちかしら。多分そうじゃないかな。気になる？二人のこと。何言ってるんだよ。散々舐めた真似しやがって。ただじゃおかねえからな。そんな大したことはしてませんわよ。だったらてめえらの仲間だな。もう容赦しねえ。僕たちに仲間はいない。
ディアスさんはどんな舐めた真似をなさったのかしら。そんなの知らないよ。こんなところにいたんですか。あなたは長老様の家にいなくていいんですの。問題は片付きましたからね。森の方にやってきたんですよ。子供たちが見つかったんですの。レナたちに先を越されたんだ。じゃあ山賊の一味も全滅させられたんですのね。そんなことはありませんよ。それどころか今でもピンピンしてますよ。それってどういうことですの。やられたのはお前の父親の方だ。お父様が。お前まさか。お前らは仲間を信用しすぎるからな。お前らの仲間に変装すれば密院の賞をいただくことも簡単なことだ。あなたが山賊のボスだったのに、お父様をよくも。人の心を利用するなんて、お前なんかに負けるわけにはいかない。仕方あるまい。俺の本当の姿を見せてやろう。
の石、アレンの時と同じものだったような。セリーヌさん、今すぐ村に戻りましょう。ヘグラスさんが心配だ。いいえ、子供たちを探す方が先ですわ。セリーヌさん、これ以上死者を増やしてはならないの。子供たちの安全を確認してから戻るのが正しいのではなくて。セリーヌさん。クロード、レナ、これは何？長老様の家にいた紋章術師の本当の姿さ。あの人が山賊のボスだったのね。レナはどうしてここに？子供たちが小屋に捕まっていたところを助けていたの。本当に？こいつはお前が倒したのか？ああ、そうだ。セリーヌさんと一緒にだけどな。なるほど、レナの言っていたこともあながち嘘ではないようだな。どういうことだ？近いうちお前と剣を交える日が来るかもしれない。楽しみにしていよう。この前の無礼を詫びよう。お前はおそらく足手まといにはなるまい。レナ、あいつは何を言ってるんだ？ディアス、こんなことしている場合じゃないんですのよ。早く村に戻らなくては。そうだな。エグラスさん、大丈夫でしょうか？重い呪文を数回受けておる。目覚めれば奇跡じゃが。レナの力があれば絶対大丈夫だと思います。回復の呪文か。わしらの村にさえ伝わらぬ。エグラスさんの意識は戻りました。おお、そうか。あとはよく眠れば大丈夫だと思います。どれ、わしも様子を見てくるか。あの紋章術師の人が本当の犯人だったなんてね。被害者に化けていられちゃこっちもわかるわけないよな。でもすごいよね、クロード。一人で山賊のボスを倒しちゃったんだから。一人じゃないよ。セリーヌさんがいたから倒せたんだよ。それでもディアスは褒めていたわ。あの人の剣の腕はきっとすごいんだろうな。そんな気がするよ。クロード、反発することは簡単だけど認めることは難しいんだ。僕の腕を少しでも褒めたのなら、あの人の剣の腕はそれ以上なんだよ。レナが好きになる理由もわかるような気がするよ。どうしてそうなるのよ。あの人は私にとってお兄さんみたいな人よ。勘違いしないでよね。そうなんだ。私たちはソーサリーグローブを調査するっていう目的があるでしょ。そのことを忘れないでよね。レナ。何？アレンの持っていた石っていうのは。いや、お母さん見つかるといいな。ありがとう。Thank you.
セリーヌさん。私を置いていかないでほしいですわ。でもエグラスさんが。お父様ならもう大丈夫。レナの呪文はすごいって感動してますわよ。そんなこともないですけど。じゃあそろそろ出発しましょう。日も暮れそうですよ。ですから今日はお礼も兼ねて私の家に泊まっていってくださらない？いいんですか？もう全然気になさらなくて結構よ。今日のあなたたちはヒーローだってこと忘れてるんじゃありませんかしら？ヒーローですか？そうですわよ。あなたたちまでいなくなったら誰をもてなせばいいんですの？ディアスはどこに行くか言ってなかったんですか？わからないけど多分また会えますわよ。あの人ぶっきらぼうのくせに目立つから。そうですね。さあ二人とも今日は返しませんことよ。さあ早く。美味しかったです。ごちそうさまでした。いえいえ、お粗末さまでした。もうお体は大丈夫なんですか？ええ、レナさんのおかげで。ところで君たちはハーリーに行く途中だとか。はい、ラクール大陸に渡って、そして最終的にはエル大陸を目指すつもりなんです。エル大陸か。何か問題でも？大体の目的は食事をしながら聞いた。ソーサリーグローブの調査ということだが。エグラスさん、ソーサリーグローブをどのように見ていますか？個人的な推測に過ぎないが、私は一種のエネルギー物質ではないかと考えている。エネルギー物質ですか？うん。それが放出する特殊なエネルギーが周囲の生命に影響を及ぼし魔物化させたのではないかと考えているのだ。魔物化させるエネルギー。まあそれも一つの可能性として考えられるだろうということだ。他にも何か考えられるんですか？単純に隕石と考えるのが一番納得しやすい考え方ではあるな。もちろんそれでは説明のつかない現象はたくさん起きているが、しかしラクールからすぐにエル大陸に向かうつもりかね。私は賛成できないが。お父様？どうしてですの？あまりにも情報が不足している。まずラクールで十分な情報を集め、それからエル大陸に渡った方がいいと思う。無謀と勇気は別物なのだよ。違うかね？そうですね。ぜひそうします。明日は早いのだろう。そろそろ休むとしようか。君は不思議な匂いがするね。あ、そういえば風呂に入ってないや。いやいや、そういう意味じゃなくて、私の紋章術師としての勘だが、君が伝説の勇者と間違われたのもわかるような気がするよ。いや、そんなことありませんよ。僕はみんなが思っているほど立派な男じゃない。ただレナやセリーヌさんが一生懸命だったから、僕も頑張らなきゃいけないっていう気持ちになっただけです。レナちゃんやセリーヌか。それってレナちゃんだけじゃないのかな？え、いや、あ、
君はやはり立派な男だと思うよ。不思議な力を持つ彼女を、その力をまるで気にすることなく見つめている。さて、明日からの旅に差し支えるといけないから、寝るとしようか。はい。すみません、わざわざ送っていただいて。いろいろお世話になったのだ。せめて村の入り口までは。それじゃあそろそろ行きます。道中十分に気をつけるようにな。危険そうだったらエル大陸には近づかないでね。大丈夫ですわ、レナもクロードもいるんですもの。まあ信用するとしようか。ラクール大陸に着いたらどこに向かうのがいいでしょうか。手始めにラクール王国だろう。ラクール大陸最大の国だ。情報も最新のものが届いているだろうし、武器も充実したものが揃っているだろう。それから長老様でも解読できなかった本をリンガに行って見てもらおうと思っていますの。リンガ。ラクール大陸にある学者の町で有名なところですわ。リンガはラクール大陸の南端にある。先にラクール城に行くのがいいだろう。いろいろとありがとうございました。さあ行きましょう、時間がないわ。よし、ラクール大陸を目指して出発するぞ。